イエーイ、うん、ちょっと髪がボサボサ、今日めっちゃね雨降ってたから髪がボサボサでございます。今日めっちゃ寒かったね、マジビビった。今日すごい寒かった。皆さん大丈夫でした？大丈夫でした、だってよかった。今日はお洋服見に行きました、展示会そうそう、芸能人っぽい、だってそうでね、そういろんな春夏、もう春夏のお洋服見て、へーって可愛かった。そう女のマネージャーさんと行きました。めっちゃ可愛いマネージャーさんと3人で、そう楽しかった。そう2022年春夏のお洋服見た。そうだからね、今日はすごい楽しかったです。てか私びっくりなんですけど、さっきテレビ見てたらもうオリンピックまで100日って書いてあって、えってオリンピック今年やった、あそっかってもうみたいな思ってびっくり。もうあの次の冬のオリンピックまでもう100日らしいですよ。うん、早い。早くないですか？あっちゅう間やな。そう1年ずれたから。でも今年東京オリンピックできてよかったですね、本当に。ね、好きな競技あるの？好きな競技はスケートとスノボ、見てんのが面白い。なんかスケートはさ、やっぱりなんかあの音楽のやつってやるじゃん。なんか自分は全部いいと思うけど、やっぱなんかプロの人なんか良くないですか、スケートって。なんかやっぱ話題性も高いから見てて面白いなって思う。そうスノボもなんかえってすごい、あんな滑れていっぱい。あとあれジャンプ、スキージャンプスキージャンプもあんな高いところからさ、スキーの板とさ、あの手に持つやつだけでさ、ビューンって高く飛んで着地するってマジですごくないですか？なんか人間じゃない、スキージャンプ。だって怖いじゃんね、手に何も持ってないの？え、やば。だってめっちゃ高いじゃん。あれでさ飛んでさビューンってすごくないですか？
いやもうすごい、私は多分一生やらないと思うけど、でもやっぱやってる人はすごいなってめっちゃ思う。実際見たらそんなに飛んでないよとかって言うけどさ、だって私たちもさ、なんかどっかにさ3メートルとかのさ台の上乗ってさ、こっから落ちろって言われてもさ無理じゃん。だってあのスキージャンプは何十メートルとかの高さからさビューンでしょ、手もつかずに。だからほんと高いですよマジで。ジャングルジムの一番上からさ、だとお前降りてみろよって言われてもさ、え怖いんで無理ですってなるじゃん。なのにあんな高いところから、もうやばい、すごい。バンジーの仕事来たらどうする？だって。バンジーの仕事まだね、一回も来たことないんですよ。やってみたいけどね。やってみたい。でも私は、めっちゃ怖いけど飛んだら終わる、なんか私やれば終わるっていう気持ちがすごい何事にもあるんですよ。始めたらちゃんと終わるから、何でもすっごい嫌なことでも嫌だ嫌だって思ってる時間の方が嫌じゃん。だからそしたらもう嫌だけど、もうやっちゃって早く終わらせた方が楽だなっていう、もう何でも、もう何も結果残さなくていいから、もう自分のためにもやって早く終わらせる方を優先しちゃうんですよ私は。そう、そう嫌だ嫌だってやって、やってすごい嫌だっていう思い出になるよりも、もうやって何も、もう何も生まない、もう何も生まずにすぐ忘れる、やってすぐ終わる、もうそれが、そう、それなんですよ私は、そのタイプで。そう、そうだからもう飛べば終わる。そう、飛んだらもうあとは飛んだ後に止まって誰かが引き上げてくれるか、誰かがそうなんか「あ終わりです」ってやってくれるから、そう。でもさ、そんなバンジーとかさめっちゃ絶対いいじゃん。取れ高を気にしてください。高所恐怖症ではないの？だって。高いところは怖いですよ。トラウマになりにくい人なのね。だって。逆にトラウマになりやすいから、逆にもう早く終わらせる、もう記憶から消すために思い出を短くする。そう。 でも私、まあ実際バンジー飛んだことないので、もうこうやって口では言ってますが、その場に直面したら全然違う人だったらウケる。口ではね、人間何とでも言えるので。そう、でも私よく YouTube とかで高いところの映像よく見るんですよ。なんか高いところを歩いてるみたいな、なんかすごいもう落ちたらやばいところみたいな。でもすっごい汗かくからね、それ見ながら私。
でも実際ちゃんと怖いから、普通に怖いってなると思うけど、私でもあれがやだ、あの富士急のジェットコースター、なんかアンロケとかで乗った時に本当に嫌で、でも乗れば終わるかなと思っても乗ったけどさ、もう本当に無理でずっと目つぶってた気がする。ジェットコースターは、うん、やだ。あれが好き、スペースマウンテン。スペースマウンテンはめっちゃ好き、ディズニーの。あれはもう全然1日30回ぐらい乗れるけど。だって面白いもん、スペースマウンテン。だってスペースマウンテンってさ、何も見えないじゃん、なんか光みたいな。なんかライト、そう、あれはめっちゃ楽しい、速いし。でも外のジェットコースターは景色が見えて、なんか地球の丸さが分かるから嫌だ。なんか地球ってこんな広いんだって思うスリルがすごい嫌だ。うん、そう、見えないのがいい。スペースマウンテンは何も見えないからいい。ディズニー行きたいな。ディズニー行きたい、めっちゃ。でも USJ も行きたいんですよね、マリオのとこ行きたい。マリオの帽子かぶって、チームラボはね、行ったことあるよ、お台場に。なんか友達と大江戸温泉、もう今はなき大江戸温泉に泊まったんですよ。高校生の時に仲良かった友達と大江戸温泉に泊まって、次の日にチームラボで遊んだ。チームラボね、めっちゃいいよ。めっちゃ映えるし、なんかすごいおしゃれ、なんかすごいすごい空間だなって。大江戸温泉ね、なくなっちゃったよね、もう。悲しい思い出の場所が。チームラボお台場は来月8月いっぱいで、来年8月いっぱいでしょ。そうなんだ。
なんかね、チームラボなんかランプの部屋みたいなのがあって、すごいね、鏡、一面鏡の中にランプがビャーって上にあるんだけど、なんか いつも光り方が違うわけ。赤とか青とか緑とか黄色とかオレンジとかになってて、緑とかになってて、で私が並んだ時はちょうど真っ赤だったわけ。で真っ赤の中入って、ランプがでもなんか真っ赤の中で写真撮ってもそんななんかいい写真撮れないし、なんか赤なんかすごいなんか赤って感じだったわけ。だからなんか赤は微妙だねみたいになって、で次になん なんか水色みたいな色になった時にめっちゃ綺麗で、えって、え水色いいじゃんみたいな感じになって、もう一回並び直して、そう水色でも撮りたかったから並び直してね、そう出た瞬間にもう一回すぐ並んで水色でも写真撮ったそう、そう楽しい思い出めっちゃは口癖だって。めっちゃ口癖かも。口癖よく言う。めっちゃって。うん。あとね。そうチームラボいいですよ、皆さんぜひ行ってみてください。私は行ってみたい場所あるかな。私はね、あれ川崎の工場夜景見てみたいんです。ずっとね、もう何年も前も見てみてから見てみたくて、でもまだ行ったことないのそうだからもう20代のうちに絶対川崎の工場夜景見に行きたい。でもだって10代の頃から思ってるんです、行きたいなって。だから20代もあと6年だから、もう絶対行かなきゃ なんかね、行こうって友達と言ってたんだけど、そうなんかコロナだねってなって、そう行かなかった。やっぱ船とか乗るとさ、なんか人と触れるっていうか、なんか人と密集するかなって思って、そう。
そう、そうやってね、行こうって言ってたのが去年の話だったから、また行く予定立てたいな。リベンジ。小田さんの邪魔しよってコロナ閉めとくだって。あ、ほんと閉めてください、コロナ。本当にお願いします、コロナワクチン、もうワクチンはね打ち終わったんですけども、3回目もあるみたいな、なんかね話題だよね。3回目あったら3日休まなきゃ、打った後。小田さんは餃子とシューマイどっちが好きですか？餃子です。絶対餃子。打った時腕上がらなくなったんだって。うん、上がんないよ。上がんなかった気がする。あとなんか真っ赤になった、めっちゃ。なんか腫れた。ひななのね生誕があったんだけど、その日にワクチン2回目だったからめっちゃ出たかったけど、そう出れなくて、そう残念だった。そうでも次の日からもう朝からレッスンで、8の日のレッスンが朝からあって、お昼からはそうマジ無理の稽古だったから、そうでも行ったけど行かなきゃよかったなってめっちゃ後悔してますそう、私はなんかほんと注射、なんかインフルエンザのさ注射もあんじゃん。なんか小さい時に妹と一緒に注射受けに行って、私はめっちゃなんか痛いみたいな感じで、めっちゃさなんか痛いみたいな感じになっちゃったけど、そうなんかちょっとほんとマジで泣きかけみたいな。そうでも妹は打ち終わった後に行ったって一言だけ言ってそうなんか妹の方が強かったみたいな。そうめっちゃ覚えてる、小さい時のエピソード。
スモワルにおだえりな考案メニューのラーメン出してください。え、出したい。出したいです。ラーメン。私もコラボメニューとか出してみたいんですけど、ピスタチオのデザートもヨロだって。出したい。小田さん、プロデュースラーメンなら何をトッピングしますか？もやしと山椒かな。あと、塩ラーメンにもやし、山椒。私、もやし入ってるラーメンが好きなんです。チャーシューもあります、もち。メンマもあり。普通やないかいだって。で、あんまり凝った感じにするとさ、つくのもさ、多分シェフの方もめんどくさいと思うので、麺入れますか？当たり前ですよ。すごい、みんながいろんな質問してくる。え、いいな、私もコラボメニューを出してみたい。コーンいいね、コーン入れたい。抹茶ラーメンは新宿で食べたかな。新宿のなんかインスタのストーリーにね、抹茶ラーメン食べましたって載せたけど、あれは新宿のなんか建物の中のラーメン屋さんで食べた。新宿抹茶ラーメンって調べたら多分出てくると思う。新宿ってめっちゃ広くないですか？マジで迷う。新宿本当にやばい、迷うよね、あれ。出口間違えたら終わる。渋谷が難しいだって。でもなんかね、渋谷はさ、なんか全部つながってるじゃん。なんか全部いい感じにつながってない？渋谷って。でもなんか新宿ってマジで上にも横にも広い気がする。縦にも横にもか、広い。そう、新宿は迷う。じゃあ33分25秒にドボンをしますね。
新宿で泣きそうになったことあるだって。わかる。でもマジで、新宿が危険。でも新宿はね、いっぱいお店があっていいですよね。間に合わないだって。じゃあ次の試合で。お、じゃあ次は34分、あ、間違えた、35分0秒。次は35分0秒です。押すぜー。そいや、お、イエーイ。なんか昨日ね、なんか AKB のインスタグラムに、なんか30日になんか出るあのハロウィンのあのクレイユウキさんというあの歌手の方が主催のイベントに出るんだけど、その映像がねインスタグラムに投稿されてたから、それを引用ストーリーしたらね、引用ストーリーしてね数分経ったらね、なんか投稿消えてて、え、みたいな、あれって、え、なんでって思ったわけ。そう、そしたらね、そう、昨日じゃなくて今日載せる予定だったんだって。間違えちゃってたらしい。そう、フライングしてたんだって。そう、拡散しちゃった。そう、エリちゃんのインスタのアイコンずっと赤枠になってたって。何それ、怖。次37分0秒。待って、赤枠って何、怖いやん。何、赤枠って。ストーリー更新すると赤枠つく。見てないストーリーありますってやつだって。うん、元気ですかだって。めっちゃ元気です。元気すぎてやばい。
今日ご飯食べました。もうお味噌汁とお肉とナスとキャベツ。最近ラーメン食べました？食べました。先週かな、抹茶ラーメン。ワイは生姜焼き定食食べました。いいな、生姜焼き好き。次は39分0秒です。ドドドン、 I want you。てかさ、なんか焼肉のハラミってあるじゃないですか。ハラミってどこで何の部分ですか。ちなみにカルビも何か教えてほしい。カルビは？カルビって何なんだ。カルビは部位じゃない。どの部分でもカルビって名乗れるらしい。カルビは謎だ。私カルビ苦手。ハラミが好き。ハラミとトントロと、あとタンとチャンジャが好き。そう、なんかもう油系がちょっとね、ほんと大人になって無理になってきた。そう、ステーキとかもね苦手だし、うん、ホルモンいっぱい噛むからな。じゃあ次41分45秒。あ、トントロも好き。トントロも、セセリも美味しいと思う。トントロってめっちゃ脂じゃん。だってトントロってさ細長いよね。焼肉で一番炎が上がるやつトントロ。じゃあ次は43分15秒にします。
次は43分15秒。エリちゃんステーキ苦手なんだけど、はい、ステーキよりもハンバーグの方が好き。美容院行かなきゃ。宮城の牛丼食べたことありますか？あります。じゃあ次は45分25秒にします。次は45分25秒。結構時間空けましたよ。皆さんがタイムラグあるからって言うから、ハロウィンコスプレしますか？します。もちのろんのすけ、あ、もちろんのすけ、もちろんのすけ、うん、ゾンビナース受ける。じゃあ次は46分45秒で、次46分45秒。ファンの人と会えてる？会えてます、会えてますよ。上がられた。じゃあ次48分ちょうどにやりますね。皆さん頑張ってください、マッチングできるように。
てかね、昨日ねジャケットね当たって、ドボンでジャケット当たって、また次もジャケット当たったんです。そうでね、3回目もあるかなと思って、終わってすぐ、ね、押したらね、もうダメだった。2回連続でジャケット当たった。でもね、時間合わせしてるとさ、3回連続で同じファンの人と当たったりする。マジで、ショールームで驚いてたよ、チャキだって。あ、配信してたんだ。あ、終わった。じゃあ次49分25秒で。お代理さんと初めて当たったって言ってた。だって、え、嘘、初めてだったんだ。当たってそう。てかカナブンパラダイス欲しいんですけど。カナブンパラダイス、カナブンロマンス、カナブンのロマンスから全然進まない。ロマンスいらね、好きなんですけど私。ロマンスいらね好き、いい曲。おお、じゃあ次は51分45秒、夢品公園やりたい。私はユニットはコンフェッション、隣のバナナ、バイバイバイ、あと何があったかな、あ、記憶のジレンマ、え、どれでも、どれもいい。いい曲ばっかり。あ、ジェリービーンズ、確かに。じゃあ私、記憶のジレンマの、じゃあ歌い出しやりますね。じゃあ、あ、終わった。じゃあ次53分ちょうどにやります。僕の太陽見たい、だって。僕の太陽やりたい。
2日の公演メンバー最高じゃんだって。あ、もう発表されてんだ。2日のリセット公演出ます。え、でも出るよね私。お、応募しただって。お、待ってます。応募しませんだって。はい、了解です。でもわざわざ言わなくてもいいです。はいはい、2日は出るのでぜひ待ってます。じゃあ次54分25秒に押します。なんでブロックしてんのにコメント何回もでできるんだろう。不思議だな。そう、久しぶりのねリセット公演でもこの前リハしたから、そう、安心した気持ちで挑める。リセットも7月ぶりだって。ね、そうなるよね、夏以来。でもね、2人公演は多分8人とか集まんなかったら2人公演やるみたいな感じじゃない？多分。お、じゃあ終わった。じゃあ次56分25秒にやります。うん、楽しみすぎるリセット公演マジで。みんな来てね。ワクワク。公演にいっぱい出てくれて本当嬉しいだって。え、私も嬉しい、公演にいっぱい出れて。いっぱいね、歌って踊れてめっちゃ嬉しい。髪の色が素敵だって。え、私？本当？髪の色？でもね、明るくしたいなと思ってる、ちょっとだけ。ずっとここ最近黒かったから。次57分45秒にします。冬は髪伸ばすだって。冬髪で前髪はね今伸ばしてる、一応今一回伸ばしてます。
美容院行きたいな。でも寒いから家なんか歩きたくないから、そうおドボン。だから暖かい日がいいな。次はじゃあ59分25秒にします。二つに分かれた道があるか、ある。バイ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 、あバイ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 も。明日あったかいみたい。あ、そうなんだ。じゃあ明日病院行けばよかった。いつ行こうかな。寒すぎるよね最近。でも11月になったらもっと寒いんだって思うとやばい。コート出した出した。上がられた。じゃあ次は0分45秒で。次は0分45秒。ドボンしてると時間あっという間。それな、初見です。本当ですか。オーケー、君の勝ち。30日の公演、髪型どうしよう。お、終わった。じゃあ次2分25秒で。久しぶりに3月にやってたマジムリのタウゼント見たら美女が良すぎてびっくりした。なんかマジでなんかかっこよくてびっくりしました。髪長くてなんかかっこよかった。なんか今年の夏のタウゼントはちょっとなんか茶髪で髪短くて外羽でやんちゃ系だったけど、今年の3月のタウゼントはマジでもうなんか美しさも相まって、なんか髪のツヤもすごくて、なんかめっちゃ綺麗だった。うん、ライが一番かっこよかったねって言われてもちょっと夏の時ちょっと悲しいんで、そういうのやめてください。うん、ライの時はそうまだ成長する前だから、そうやんちゃ系っていうことで、
そろそろマジムリの円盤が来るだって。てかまだ来てないんだっていうことに驚きでした。皆さんすいません、待たせてしまい。そんなもんか、そんなもんか。ワールドでお代理 SSR 出た予測戦略ありがとうだって。こちらこそありがとう。じゃあ次4分25秒で。やば、初手から初めてから8出してきた。じゃあこの人は持ってるカードの数字がめっちゃ少ないってことか。8から出してくるってなかなかじゃないですか。あ、オートの可能性もある。なるほどね。あ、でもね、どうなんだろう。ね、てかオートって8から出すんだ。じゃあ次6分25秒で。じゃあ10分までに終わろうかな。ドボンは Hey. あ、よっしゃ、ドボン。じゃあ次は7分45秒。トナカイの時空ゾリディ、サンタのおじさん寄ってくる、ヘディナナ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 ナ。嬉しい、早くクリスマスになってほしい。土曜日劇場行きます、待ってます。
彼女がいないのでシングルベルです。うまい。うん、エリちゃん配信があれば楽しいですだって。多分あると思います。じゃあ次の試合が最後です。9分45秒でドボンしたいと思います。最終戦、次の試合が最後でも、まあ今日もまた夜ドボンやります。そいや、皆さんマッチングできましたか？できなかったよ。だって悲しみず、クライアロット、泣いてる？ロットって忘れる、なんだっけ、ロットってどういう意味だっけ。一度も対戦したことない。対戦しましょうや。たくさん、あ、じゃあたくさん悲しいってこと。かわいそう。でもさ、ドボンってさ、マジでさ、やってる人がいないとさ成り立たないゲームじゃないですか。なのにいつやってもさ誰かとマッチングするから、ほんとすごい、マジで。最後の最後にドボンされた。じゃあ今日の配信は終わりたいと思います。ではじゃあ本日の配信見てくれてありがとうございました。最後におランキングを読みたいと思います。いきます。13位カホ、12位ヒノト、11位泉、10位 YSA73 アットソイヤマン、9位ひとくまさとる、8位ナオキ、7位マーアットオダシ、6位ボマ、5位ハナ、4位ユウト、3位ミヤちゃん、2位クルリン、そして1位はカンタアットカンカン。ありがとうございました。ではじゃあ本日の配信は終わりたいと思います。また明日の配信で終わりお会いしましょう。バイバーイ。